はい、よろしくお願いします。今回は数3の三角関数の積分丸2をお送りします。で、前回同様右側に公式詰めてあって、まあ、4つ公式ありますね。で、あとこっちに問題4つ、計8問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず公式の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、三角関数の積分は前回と、まあ、引き続きという感じになるんですが、三角関数の積分が出てきた時に、基本的には前回やった次数を下げるっていうのがまず1個です。次数を下げようと。2乗から1乗に下げていこうと。次数が下がれば下がるほど積分はやりやすくなっていくので、まあ、その作戦が1個。で、もう1個はこの和積の公式ですね。これを使ってやっていく。まあ、もう全部ね、そういう形になってますけど、サイン、コサイン、コサイン、サイン、コサイン、コサイン、サイン、サインとなってたら、積の形から和に、まあ、若さにね、形を変えちゃえばできるよっていうのを使っていきます。まあ、これは初見じゃないんでね、復習にはなるんですけど、やっていきましょう。まず、サインアルファ、コサインベータからです。で、この公式はね、前に2分の1がくっつきます。まあ、全部ではないんですけど、で、2分の1で、大事なのは中のパーツです。で、覚え方はね、いろいろあるね。コスコスとかあるんですけど、まあ、サインコサインとコサインサインに関しては、両方サインを使っていきます。で、まずはアルファとベータを足しましょうと。で、足すことのサインのアルファマイナスベータで閉じると。こんな感じ。で、コサインサインは、同じく2分の1、使うのもサインです。で、このサインアルファ足すベータとサインアルファ引くベータは変わらないので、ここは。ポイントとしては、符号ですね。ここです。これがマイナスになります。だからサイン、コサイン、コサイン、サインはサインしか使わないんです。い？和になった時、まあ差にもなるけど、サインしか使わない。ただし、サイン、コサインの方がプラス。で、コサイン、サインの方がマイナスです。で、これ覚え方ね、受講師やってる時も結構聞かれたんですが、自分はね、もうこの表を、この表のまんま覚えてるの。自分の頭の中に写真を撮った感じでも、イメージでも覚えちゃってる。だから、あんまりそのコスコスとか使わないんですよね、自分。そう、なんでこのまま覚えちゃうんですけど。で、次です。サイン、コサイン。コサイン、サインが来たら次、コサイン、コサインでサイン、サインです。コサイン、コサインが先ね。まあ、先の理由は、これはちょっと変わってるんだよね、最後がね。で、コサイン、コサインは2分の1変わらずです。で、こっち、コサイン、コサイン、サイン、サインゾーンは、コサインを使います。ただし、アルファ足すベータも、アルファ引くベータも変わりません。使うのがコサインになりましたっていうだけの話。で、コサイン、コサインはプラスです。こう。じゃあね、この流れでいけば、最後はここが引き算、マイナスになれば終わりでしょうっていう感じがするんだけど、こいつがね、やってくれるんですよ。こうマイナスなんですよね。マイナス2分の1と。で、あとは、皆さんが予想した通り、コサイン、アルファ、足す、ベータで、引き算、引くになって、コサイン、アルファ、引く、ベータと、こうなります。まあ、これはね、もともと違う、和積の方か、を持ってきて、計算すればすぐ導けるものなんですけど、まあ、毎回導いてるとね、まあ、受験とか、まあ、試験の時に時間なくなってしまうので、自分はまあ、いろんな先生のね、いろんな教え方があるから、そっちで覚えてもらっても構わないし、まあ、自分みたいにもしいけるようだったら、まあ、このまんまね、もうほんと、このまんまなんだよ。その、自分が覚えてるものを今回公式に書かせてもらってるんだけど、覚えてもらってもいいかなと思います。もうじゃあ、行きましょう。で、今回の問題はね、もろにこれ使って終わりです。まあ、4パターン使っていきましょう。で、まずは、コサイン 3x、コサイン 2x。ということで、コサイン、コサインなので、3つ目のこれです。を使っていきましょう。せっかく青なんでね、青にしていこうか。で、2分の1は前に出しちゃいます。で、インテグラル、コスコスなので、コサイン足すコサインバージョン。で、まず、カッコか。コサイン、3x と 2x 足した 5x が来ます。足すことの、コサイン、3x 引く 2x なんで、x になって dx と。で、何が便利かっていうと、和になってくれると、コサイン 5x も一発で積分できるし、コサイン x も一発で積分できるじゃんって、だからもうすぐ終了なんだよね。で、コサイン 5x は、もともとコサイン x、積分するとサインです。ね、コサインは積分するとサインになります。だからサイン 5x が出てくるんだけど、 5x の部分から5分の1が余計に出てくるんだよね。つまり2分の1を分配するって考えて、2分の1と5分の1をくっつける、つまり10分の1で、サイン 5x となります。
で、後ろはね、もうそのまま 3x に積分したら変わるから、まあ2分の1を分配するので、2分の1 sin x 忘れずに積分定数書いて、これで終わりとなります。で、この行きましょう。コサインサインバージョンなんで2つ目です。これ行きます。2分の1は出しておきましょう。で、まあサインですね。サイン足したものだから 6x。で、次、引くだね。引くことの、サインで、4x から 2x 引いた 2x、こうなります。で、dx。で、サインは、積分すると、マイナスコサインです。マイナスコサインね。だから、マイナスコサインになるんだけど、6x がいるから、6分の1が余計に出てきます。と。で、2分の1を分配で配るから、12分の1コサイン 6x。こっちも、マイナスコサインになるから、マイナスマイナスなんでね、プラスに変わって、2分の1が余計に出てきます。2分の1がもともといます。だから4分の1。ちょっとインクがあれだね。コサイン、2x と2がおかしいね。2x で積分定数。これで終了となります。ちょっと4が見にくいんで書きましょう。いいかな。で、次、サインサインなんで青でいこうか。最後ですね。このパターンです。いきます。で、サインサインは気をつける。マイがマイナス2分の1。で、インテグラル。で、これなんですけど、後ろの方が数字が大きい場合、わざわざ書き直さなくていいんだけど、積の形なので別に入れ替えていいわけよ。サイン X、サイン 2X もサイン X って同じだからね。で、まあこう考えていきましょう。そうすると、まず足したもの。コサイン 2X 足す、2X 足す X で 3X。で、引くことのコサイン 2X から X 引いて X ですよ、と。こうね。では、さっきも言ったようにコサインはサインに変わるだけなので、3分の1が余計に出てくるから、マイナス6分の1サイン 3X。で、こっちがマイナスマイナスなんでプラスに変わって、2分の1、サイン X プラス C と。入ってるかな？あ、大丈夫だね。となります。で、ラスト。で、まあ、今ね、X でずっとやってきたんですけど、たまにシータあるからね。まあ、シータじゃない時もあるけどさ、いつも X でやってると、テストの時とかに、ちょっとこう、なんだ、受けしたって、シータじゃなくて X で答えたりするんだよね。それで罰食らうのもったいないから、まあ、こういうバージョンもあるよと思って一応シータにしました。最後だけね。で、サインコサインなんで1個目の公式使っていきます。で、まあ、同じくね、2分の1出しましょう。インテグラル。で、サインサインで足すバージョンです。サイン、3シータとシータ足すと4シータ。足すことの3シータからシータ引いて2シータ。で、D シータですね。こうなる。で、同じです。X もシータもね、もう変わらないので、このままやると、サインはマイナスコサインになる。で、4がいるから4分の1が余計に出てくるので、マイナス8分の1コサイン4シータ。で、こっちもマイナスね。マイナス2分の1が余計に出てくるからくっつけて4分の1。コサイン 2θ プラス C とこうなります。で、終了。まあ、これ公式ね、使っただけでございます。で、ちょっと1個だけ紹介、最後に紹介させてもらうと、別にね、例えばこれで絶対やらなきゃいけないってわけではないんですよ。で、アプローチの仕方っていろいろあるわけで、例えば、どれがいいかな ?7 番、これいこうか。これさ、サイン 2x がね、あ、隙間がない。どうしようかな。こっち行こうか。別解。この別は入ってる？入ってるね。sin 2x っていうのは公式でね、2 sin x cos x って、まあかつてやってるわけですよ。これがありますと。で、これを使っても解くことができて、じゃあ2 sin 2x、この部分をこれに変えます。そうすると 3x がもともといるんで、インテグラルの中が、まあ、2に出そうか。2に出して、sin 二乗 x、コサイン X と。こうなりますよね。で、このバージョン、前回やりましたね。片方が二乗になってて、コサインとサインがセットになってる時は、このコサインの方を、サイン X を微分したものとして見ることができますと。微分したものがあって、その二乗がくっついてる場合は、今二乗なんで3分の1が前に出てきて、こっち書いていい ?3 分の1、サイン3乗 X、まあ、プラス C でできるよねっていう、あれ、まあ、これ公式ね、やったやつ。で、もともと2がいるからさ、3分の2って、
だから答え3分の2サイン3乗 X プラス C。これでも正解です。7番に関しては。え、全然答え違えじゃんみたいな感じがするんだけど、これも3乗式、3乗公式か。使って変換するとこれに持ってこれるので、も同じなんですよ。結局はね。まあ、どっちでも丸になります。だからこんな感じでまあアプローチの仕方ほんといろいろあるんですけど、いろんなアプローチを知っておくことが、いろんな三角関数の積分の問題を解くね、手段というか、自分が初見で解いた問題の時に、解き方のね、ひらめきやすくはなっていくので、まあいろんな方法をぜひね、覚えてもらえたらと思います。で、ちょっとね、今回もこれで終わるわけなんですが、次回が、指数関数と、対数関数の積分と一本やるんですよ。で、その後に普段あまりやらないんですけど、積分の問題演習の動画を何本か撮ります。いつもはね、こうやってグループ分けして撮っていくんですけど、積分ってほんとすごく大事なのね。で、早く定積分やんないんですかって言われたんですけど、まあ、やるよ。やるんだけど、でも不定積分のところをやっぱりしっかり押さえていく。足を固めていくね。足を固めるじゃない。地面を固めておくと、やっぱり定積分すんなりいくことができるので、もうちょっとやらせてください。いいかな。だから、次回指数関数、対数関数やって、その後いろんなね、ミックスした問題演習ちょっとやって、で、定積分に入っていく流れになりますので、ぜひね、そちらの方もお付き合いください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。